ギャラクシアンさんはナムコが開発した遊園地テーマパーク向けアトラクション。バンダイナムコエンターテインメントの定めるアグスフシリーズ作品の一つである。プレイヤーはアグスフの一員として重戦闘艇ドラグーンに乗り人類を脅かす機械生命体など様々な敵と戦う 3DCG ガンシューティングゲームである。家庭用ゲーム機への移植版も作られた。 本来、稼働には専用の施設が必要とされ、設置場所の問題があるため家庭用への移植版以外は、プレイの機械自体が非常に制限されている。同時参加できるプレイヤー数が多い上、画面の覆う四角の広さにより高い臨場感がある。28人版は、円筒形のスクリーンを内側から見る形で、プレイヤーが同心円状に並んで着座。 プレイヤーの背後情報から16台の三冠式120インチプロジェクターによって、スクリーン全集に継ぎ目のないゲーム画面が投影され、プレイヤーの乗ったフロア全体が映像の変化に合わせて油圧機構により陽動する。最大高低差は2メートル。1990年に大阪府大阪市で開催された国際下と緑の博覧会にドルアーガの塔と共に出展された。 この時は全ての映像をリアルタイムで生成していた。1992年にナムコワンダーエッグへ移設する際に先に稼働している GM-16 同様、背景はあらかじめ作成された映像をレーザーディスクで流し、そこに敵機やビームなどインタラクティブ性のある部分を合成する方式に変更された。2000年末に同所が閉園したため解体、廃棄された。 一部の部品などは保存されているが、散逸している。2号機が1993年に、神奈川県横浜市のナムコの大型ゲームセンター、プラボツルミ店に設置されたが、改装のため1997年に解体、廃棄されており、こちらも現存しない。2号機の各種パーツなどの一部は、チャリティーオークションに出品され、売り上げは、福祉団体に寄付された。 テーマパークのアトラクションという性質上、施設内外ではアグスフ軍兵士に扮した係員の芝居が見られ、待ち時間にはゲーム概要の説明とアグスフの ID カードを模した登場整理券を手渡される。これはアトラクション入場時に回収される。ゲーム開始前に行われる作戦説明映像中に登場する暗号解読コードがシナリオごとに異なっていて、 バージョン表示を兼ねており、花白板は M8774 バイト、改良版が M8774D となる。キャノンシード内のスパークビットを制限時間内に全て破壊できない場合、緊急脱出の後に作戦失敗のナレーションが入り、地球が破壊される、バッドエンディングとなる。守備よく破壊した場合は、グッドエンディングとなり、緊急脱出の後に、 作戦成功のナレーションと共に基地につき、勇士たちの活躍を褒め称えられる。28人同時にプレーするため、どうしてもシートによって演出や攻撃目標に差が出た。中でも大事な場面で高得点の敵が、正面に来る26番前後のシート、ついで3番前後のシートが最も高成績を出しやすいと評判だった。 稼働後期には毎回進行方向が、代わりドラグーンの着座位置がランダム化され、シートの奪い合いという問題は解消された。得点の表示はないが、成績が A から E の5段階で、各プレイヤーのコンソールに表示される。特に優秀だった上位3名には、座席前のスクリーンに、金、銀、銅の勲章が表示され、スタッフから拍手が送られた。 またワンダーエッグでの営業後期には、金勲賞を獲得したプレイヤーには帰り際に、金勲賞をプリントしたステッカーが授与された。コンソール画面の表示は MSX で開発されている。基本的な構造や演出は28人版とほとんど同じである。ただし、フロア全体が容動するのではなく、プレイヤーの乗っている部分が2名分ずつの単位で動く、簡易版で、 座席の稼働範囲も狭い。油圧機構を使用していないため、GH-28 に比べれば、設置のための制約は少ない。1991年10月1日に、大阪市中央区のプラボ千日前店のオープンと、共に設置されたのをはじめとして、日本国外も含め数箇所に設置された。なお、プラボ千日前店以外では、国内では、 神奈川県相模原市のジャスコショッピングセンターフルブチ、兵庫県姫路市の姫路セントラルパーク、大阪府泉南市の泉南スカイシティに存在した。海外では台湾での稼働が確認されており、その他の地域にもあったという未確認情報もある。ショッピングセンターフルブチにおけるロケーションにおいて、同店限定のアグスフピンズバッジが作成され、作戦成功時に、 上位3名に対してピンズバッジが先着300名に配られた。デザインはランキング1位。プレイヤー画面に表示された金の勲章を模したカラーデザイン。数少ないアグスフグッズの中で唯一入手機会に恵まれたオフィシャルグッズでもある。シナリオのバージョンは M8774C。ギャラクシアンサンシアター6993年3月に 発売。価格はおよそ1200万円。初期ロットの3台が札幌、津田沼、京都に設置。設置されていた店舗としては、プレナ幕張などがある。ゲームセンターに設置できる、用5メートル四方のサイズに収められており、三冠式120インチプロジェクター2台によって、投影される壁面のスクリーンに向かって、横一列に並んで座る。 周囲はほぼパーティションで覆われており独立した部屋状になっている。座席は容動しない。ゲーム自体のハードウェア、ソフトウェアに関しては、ゲーム部分と映像には、世界観を共有した本作と同じシリーズ作品の一つでもある、スターブレードなどでも採用されていたシステム基板システム21を使用。背景映像部分には、レーザーディスクがベッドで使用されていた。本作は、 スターブレードに続くナムコの 3DCG を採用したアーケードのガンシューティングの2作目であった。日本国内外に多数設置されたが2010年2月に日本国内で営業運用としては最後の一台とされている筐体が故障を理由に撤去された。しかし国内数箇所に個人が所有する保存機が原則非公開ではあるが存在しており、 2013年4月1日現在、埼玉県熊谷市にて不定期に開催されているアーケードゲーム博物館計画の倉庫、開放イベントなどでプレイが可能である。業務用の大型タイプでは、この6人版のみソフト交換、乾燥用の続編も発売された。シナリオには28人版、16人版と同じ背景設定を持ち、 ほぼ同じ進行で構成されている。初期版のプロジェクトドラグーンと本協体独自で1994年に発売された前日の前作から数百年後の世界における巨大生物との戦闘を描いた別シナリオアタックオブザ・ゾルギアの2種類があるが、プロジェクトドラグーンはほぼすべてアタックオブザ・ゾルギアに完走されている。アタックオブザ・ゾルギアはルート選択の要素が追加され、 多数決によって決まる。それにより違った展開を見せ、結末も変化する。ゲーム性はこちらの方が増しているが、その分難易度も上昇している傾向がある。プロジェクトドラグーンは後述する、プレイステーション版にて後に移植されたが、アタックオブザ・ゾルギアは2019年現在、家庭用には移植されていない。また、アタックオブザ・ゾルギアは、 システム21基板で発売された最後のゲームとなった。シナリオのバージョンは、プロジェクトドラグーンが M8774E、アタックオブザゾルギアが M9083D、アーケード版のコントローラ1996年発売。6人版、プロジェクトドラグーンをプレイステーション用に移植したもので、マルチタップを使用することで最大4人まで同時に、 プレイできる。また、本作独自の新規、オリジナルシナリオ、ザライジング・オブ・ガーブが同時に収録されている。背景は、プリレンダリングムービーで再生しており、敵や、破壊可能なオブジェクトは、アーケード版同様、リアルタイムレンダリングで生成、処理していた。コントローラは、標準コントローラ以外にも、アナログジョイスティックや、マウスやネジコンにも対応しており、 アナログジョイスティックはガングリップを模した操縦管の形をしていたため対応コントローラーの中では最もアーケード版に近い操作感で操作が可能だった。またマウスを用いれば慣れが必要とはいえ瞬時に照準移動を行える。シナリオのバージョンはプロジェクトドラグーンが M8774E、ザ・ライジング・オブ・ガーブが M8805 回。 2014年2月12日よりゲームアーカイブスにて配信開始。PS 版は電撃プラシアンドップスソフトレビューでは70,65,55,60の250点。レビュアーはムービーや演出は文句なしプレイデータをミッションに参加させられるのが素晴らしい。マウスやアナログスティック多様なのはオプションで細かい設定が可能なのに交換。 スターブレードより出来が良くマルチプレイ可能なゲームとしてはいけてるが AC 版での迫力はなく大型筐体であることが面白さにつながる部分が大きかったと再認識中央にスクリーンの合わせがあるのはあえてのことだと思うがきちんとつながったモードが欲しかった一人プレイでは難しく二人以上やガンナーを装備すると楽にクリアできるがムービー含めて10分程度でクリアできてしまう難易度 日本建てだがモードが少なく今一つだとした。28人版との違い初期のロケーション、店舗発売直後、北海道札幌市のプラボ帝国座、千葉県奈良市の,市のプリッツサンペデックなど、ナムコ直営店3カ所に設置され当時のゲームセンター業界に一石を投じた。その後、設置店舗が増え、ナムコから営業用反則ツールが販売され、 全国各地で同期を使った積極的なゲーム大会が行われた。中でも最初に設置されたプリンツサンペデックツダヌマでは店舗の天井が筐体の高さより低かったため天井を貫通させてまで強引に設置し閉店するまで撤去できない可能性があるとまでと言われた。また全国で唯一同作品の開発資料展が開催され貴重な造形モデルや ラフスケッチ、デザイン資料などが多数展示された。その後、同店が改装するにあたり一時閉店となり、その際に撤去された。改造筐体や稼働の際の逸話など、東京蒲田のコスモでは、続編シナリオ、アタックオブザゾルギアが発売され、当店も入荷したものの、前作シナリオ、プロジェクトドラグーンも残したかったがために、2作品の、 切り替えを迅速に行うための切り替え装置が独自に開発、追加で接続され、スイッチを切り替えて LD を交換するだけでシナリオ変更が可能になっていた。このため、アタックオブザゾ,ゾルギア発売後ではそれへの感想が全国的に進んだ中で数少ないプロジェクトドラグーンが遊べた店舗でもあった。千葉県市原市のプラボ市原では、 定員私物のウーファーを期間限定で設置し、低温が体に響く、特別仕様で営業された。千葉県千葉市の宝島では、設置の際に、同社社員がメンテナンスボックスの鍵を紛失したため、メンテナンスボックスにガムテープを貼り付けて営業していた。今後も稼働を維持するにあたっての問題点。ありがとうございます。